重要とな。おお、これが例の。熊の力身につけた。でもこれ実在してねえやろ。すげえ、調子直すだっていうのに滑り込みやがった。よーし、やってる。こうつけるだけ。そういえば、俺って足ないよな。あ、はい。それでは早速、インストールし終わったんで、実際使ってみましょう。イメージとしては、このベルトに、バイブトラッカーをね、結束バンドで取り付けて使うことになっております。前側の方に、腹側の方につけて、これでいいのかな、多分。いや、多分いいとは思うんだけどさ。まずは、バイブトラッカーの電源を入れましょう。まずはアバターを切り替える必要があるらしいです。アバターの切り替えをしてみましょう。とりあえずね、アンリットにしましょう。すると、どうやら、アバターが T 字になって、動作がしなくなるみたいです。で、すると、下の方を見ると、なんと、そう、この丸い玉のようなもの、見えるかな？丸い玉のようなものが突然現れます。この丸い玉を、かぁ、どんどん飛んでいく。どうなってんだ？お？丸いボールが遠くのに、一体どこへ？この地で一緒。で、位置の調整を完了しましたら、どこ行くねん。ボール、どこ行くねん。で、これで完了らしいです。うまくトラッキングできてんのかな？ちょっと実際に見てみましょうか。はい、というわけで腰トラの状態、腰だけ、トラッカーをつけてトラッキングができている状態になりました。さて、これでどういかがでしょうかね。なんかちょっとだけ自然になったような気がしない？首もさ、ほら、首だけ動くようになったし。いかがでしょう。ちょっとだけ機敏に動けるようになったんじゃないかな。さすが悪魔の力、動きがさらに自然になりました。が、トラッキングが乱れるとね、戻すのごいことになるのは事実ね。いくらか操り方には訓練が必要かもしれません。シャボン玉の分、他の人よりは楽なのかな。